どうもイジです。今回は超特化型おすすめの年会費無料クレジットカード6000第2弾といったテーマでお話ししていきます。まずは本動画の総論としてはこうなっています。発行会社もつけると方です。こちらの特化型ともいえるクレジットカードを解説していきます。本動画を見ることでクレジットカード初心者から上級者まで保険や特典機能などに特化しているカードの知識を身につけることができる、そんな内容になっています。1つ目、ブッキング .com カード。結論から言うと保険特化型のおすすめの年会費無料クレジットカードです。オランダ企業のブッキング .com、BV と三井住友カードが提携して発行しています。メリットは3つです。1つ目、旅行障害保険。海外旅行障害保険の賠償責任が最高2500万円自動付帯されています。この額は年会費無料カードの中では最高峰です。さらに、障害死亡、後遺障害も最高2000万円自動付帯です。さらに加えて、国内旅行障害保険も最高2000万円利用付帯です。さらに、障害、疾病治療も100万円付帯しています。つまり、条件なしの年会費無料カードの中で、保険の手厚さに超特化しているクレジットカードになります。2つ目、ポイント還元率、最大で 6% 還元になります。詳細を分かりやすく言うと、ブッキング .com カード専用サイトで予約後現地の宿泊ホテルでカード払いをします。これだけで宿泊料金100円につき5ポイント、つまり驚愕の還元率 5.0% を実現できます。これにプラスして基本還元率の 1.0% が加わります。つまり年会費が完全無料プラスホテル代支払いで 5.0% 還元プラス基本還元率 1.0% 還元の合計6.0% 還元を実現できるということです。3つ目、オートキャッシュバック。ブッキング .com カードで付与されるのはキャッシュバックポイントです。簡単に言うと、利用代金から自動的に1ポイント1円がキャッシュバックされます。利用代金がない場合は引き落とし口座に振り込まれます。つまり現金がもらえるということです。自動なので交換手続きは一切必要ありません。ということは、海外旅行先のホテルから保険までこれ1枚で事足りるということです。デメリットも3つです。1つ目、保険。海外旅行障害保険の障害死亡、後遺症については自動付帯と利用条件分に分かれます。2つ目、家族カード発行できません。3つ目、国際ブランド、ビザのみです。まとめると、国際ブランドの選択と家族カードがデメリットですが、保険にメリットがある超特化型のクレジットカードになります。チャートにするとこうです。付帯保険がズバ抜けて良いクレジットカードになります。2つ目、ビッグカメラスイカカード。結論から言うと、交通系特化型のおすすめの年会費無料クレジットカードです。カード内部にフェリカチップが入っているスイカ搭載のカードでもあります。 JR 東日本の子会社のビューカード社が発行しています。メリットは3つです。1つ目、ポイント、最大 11.5% 還元できます。内訳は2つです。1つ目、スイカにクレジットチャージ、オートチャージで JRE ポイントが 1.5% 還元。これ以外だと、窓口での切符購入、定期券の購入でも還元率は 1.5% です。1000円ごとに15ポイント貯まります。2つ目、チャージしたスイカでビッグカメラで決済するとビッグポイントが 10% 還元。これで合計 11.5% 還元です。これに加えて、貯まった JRE ポイントやビッグポイントをスイカにチャージできます。注意点としては、ビッグポイントの交換先です。交換率が落ちてしまいます。その対策として、ビッグカメラで売っているポイント還元率が低い商品と交換するようにしましょう。ブランド品に関してはポイント還元率が 0% である場合が多いです。なので、ブランド品に使うことも視野に入れておくと良いです。2つ目、全国で利用可能。スイカやその他の交通系 IC カードは全国相互利用サービスにより全国各エリアで利用できます。3つ目、保険。国内旅行障害保険が最高で1000万円利用付帯、さらに海外旅行障害保険は最高で500万円自動付帯しています。その他、年会費は年1回でも利用すれば次年度が無料になります。さらにモバイルスイカの年会費1000円も無料です。デメリットは3つです。1つ目、エリア。オートチャージが適用される改札は首都圏、仙台、新潟エリアのスイカ、パスモエリアの改札に限ります。2つ目、保険。国内旅行障害保険に関しては利用付帯です。利用内容も決められていて、切符や旅行商品を購入することが保険適用になります。3つ目、一体型カード。スイカとクレジットの2つが装備されているカードですので、紛失時のリスク分散ができません。まとめると、リスク分散できない点がデメリットですが、ポイント還元率が合計 11.5%、 年会費実質無料、国内旅行障害保険の利用付帯がメリットです。チャートにするとこうなります。機能特化型のクレジットカードと言えます。3つ目、ローソンポンタプラス。結論から言うと、コンビニ、ローソン特化型のおすすめの年会費無料クレジットカードです。ローソン銀行が発行しています。メリットは3つです。1つ目、ポイント。カードの提示、決済で還元率 4.0% と高還元率のクレジットカードです。対象店舗はローソンやローソンストア100、ナチュラルローソンです。貯まるポイントはポンタポイント。ポイント交換には様々な提携先があり、非常に豊富です。代表的な使い道として、ローソン店頭でのレジ精算時に1ポイントを1円として使うことができます。つまり、ローソン利用者におすすめのクレジットカードと言えます。2つ目、特典。会員限定のローソン優待があります。わかりやすく言うと、ローソンアプリ限定があります。こちらはアプリで毎月もらえる無料クーポンです。さらにローソンギフト特典もあります。ローソンポンタプラス決済でお得になります。3つ目、優待サービス。ローソンポンタポイントプラス会員限定の優待サービスがあります。本カード決済でホテルズ .com 特別優待が付帯します。一部の国内、海
海外のホテルや旅館が最大 8% オフになります。さらに本カード会員ならユナイテッドシネマ特別優待が付帯します。一部のユナイテッドシネマ映画鑑賞がいつでも1500円になります。デメリットも3つです。1つ目通常還元率 0.5% です。2つ目電子マネー、電子マネーチャージでのポイントはたまりません。3つ目国際ブランド、マスターカードのみです。まとめると電子マネーのチャージ還元率や国際ブランドの選択がデメリットですが、ローソン関連店舗で 4.0% 還元がメリットになります。チャートにするとこうです。ローソン決済特典に特化しているクレジットカードになります。4つ目イオンカードセレクト。結論から言うとモール、イオン特化型のおすすめの年会費無料クレジットカードです。イオン銀行が発行してイオンクレジットがその発行業務を受託しています。メリットは3つです。1つ目還元率、分かりやすく言うとイオン銀行からワオンに1000円のオートチャージで5ポイントがもらえます。還元率は 0.5% です。1ポイント1円相当になります。これに加えてイオンで和音決済をすると 0.5% 還元です。さらに毎月20日30日にお買い物で 5% オフです。さらに加えて株主優待カードで 3% のキャッシュバックを実現できます。さらにさらに配当金で実質 1% 還元、イオン株100株保有でもらえます。この5つを組み合わせることで最大実質 10% 還元を実現できるということです。つまりイオンカードセレクトは株主優待と組み合わせることで流通系最強のクレジットカードになります。2つ目イベント、イオンには還元祭などのイベントもかなり充実しているところが特徴的です。お盆休みや冬休み、年末年始の休日に開催されます。注意点として決済方法を見るようにしましょう。クレジット決済か和音決済かでポイントがもらえる、もらえないかが分かれてくるためです。3つ目イオンシネマ、20日30日のお客様感謝デーではイオンシネマに1100円で入場できます。ちなみに通常は1800円なので700円引きになります。詳細はイオンカードセレクトのクレジットカード決済が必要です。デメリットも3つです。1つ目申し込み、イオン銀行とセットで申し込まないと発行できません。2つ目保険、付帯していません。3つ目基本還元率 0.5% と高くありません。まとめるとイオン銀行とセットでの申し込み、保険などがデメリットですが、イオン系列店を利用する方にメリットがあるクレジットカードです。チャート化するとこうなります。還元率に特化したクレジットカードになります。5つ目出光カードマイドプラス、結論から言うとガソリン、石油特化型のおすすめの年会費無料クレジットカードです。出光クレジットが発行しています。石油系カードのクレジットカード会社は出光クレジット1社だけです。出光興産とクレディセゾンが 50% 出資しています。メリットは3つです。1つ目特典、出光サービスステーションで給油が常に1リットルにつき2円引きです。さらに入会後1ヶ月間は1リットルにつき5円引きです。年間300リットルまで請求時に割引されます。加えてウェブ明細利用で毎年4月11日から5月10日までの出光サービスステーション利用のガソリン経由代が1リットルにつき3円引きです。さらに毎月10ポイントがプレゼントされるエコプラスポイントも適用されます。さらにさらに第1と第3土曜日に声優でのお買い物で 5% 割引になります。つまりお買い物とガソリン、この二刀流の特典があるクレジットカードになります。2つ目ロードサービス、年会費750円からロードサービスに加入することができます。種類は2つあります。出光スーパーロードサービスは帰宅宿泊手当がつきます。帰宅できる場合は帰宅費用の負担、帰宅できない場合は宿泊代金を負担してもらいます。この2つのサービスは24時間サポートをしてくれます。3つ目国際ブランド、ビザ、マスターカード、 JCB、 アメックスの4つから選ぶことができます。デメリットも3つです。1つ目ポイント還元率 0.5% と高くはありません。2つ目保険、国内外旅行障害保険は付帯していません。3つ目電子マネー、電子マネー非対応です。まとめると還元率と保険がデメリットですが、ガソリン、お買い物での割引、ロードサービスがメリットです。チャートにするとこうです。ショッピングとガソリンサービスの特典に優れているカードです。6つ目 P1 カードスタンダード、結論から言うと自動割引特化型のおすすめの年会費無料クレジットカードです。ポケットカード社が発行しています。メリットは3つです。1つ目自動割引、請求時に 1% 割引されます。加えて電気代やガス代、水道代、携帯電話代、保険料なども自動値引きの対象になります。さらに自動付帯になるのでポイントの有効期限を気にしなくて済みます。さらにさらにどこのお店で使うか、ポイント還元が良いか、キャンペーンをしているかなどを考える必要がなくなります。つまりいつどんな時でも試行せず毎回自動で 1% オフになるということです。これが本カードの最大の特徴といっても過言ではありません。2つ目チャージ、電子マネーにチャージできます。3つ目家族カード、本会員カード1枚につき家族カードは3枚まだ発行できます。初年度は無料です。デメリットも3つです。1つ目端数、100円単位での計算のため1円から99円までの端数は決済時になくなります。2つ目チャージ、メリットで挙げた電子マネーチャージは 1% 割引の対象外です。3つ目保険、海外国内旅行障害保険やショッピング保険がありません。まとめると保険や端数がデメリットですが、自動的に 1% 割引されるところがメリットです。チャートにするとこうなります。 1% 割引という機能が素晴らしいカードです。まとめ、
クレジットカード初心者から上級者にとって年会費無料のおすすめの超特化型クレジットカードをご紹介いたしました。機能や特典、保険に特化しているカードですので自分に合ったカードを選んでみてください。第3弾は後日ご紹介いたします。最後に今回紹介したクレジットカード6選をまとめた表を載せておきます。一時停止して確認してみてください。以上、超特化型おすすめの年会費無料クレジットカード6選といったテーマでお話しいたしました。はい、この動画が参考になった、役に立ったと思った方は高評価ボタン、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。私一は Twitter、Instagram もやっておりますので、もしよろしければフォローしてください。ではまたお会いしましょう。バイバイ。